さあチェーンモデルとツリーモデルに対してマップ推定とマキシマム・マージナルの推論方法を説明してきたんですがちょっとラーニングの話だけ簡単に説明しましょうスーパーバイズド・ラーニングの場合にはチェーンでもツリーでも比較的簡単ですまあちょっとめんどくさいことはめんどくさいんですが比較的簡単ですスーパーバイズドっていうのはつまり ダブル、ワールド、えっと、状態が全て与えられているっていう,こうセットがたくさん学習トレ,トレーニングセットとして与えられている場合にパラメータを推定することができます。すこれが与えられてないない場合、こ観測 X っていうのがたくさん与えられている、でも状態は分からない、こういう時にはアンスーパーバイズドですごく大変なんです。この時には EM アルゴリズムも使います。E ステップでは 全ての状態について自己分布を計算します。で、M ステップではモデルパラメータを更新します。まあ、単純に書いてるんですが、結構めんどくさいので、興味のある人はこういうところを探してみてください。チェーンモデルの場合には、ヒドゥン・マルコプモデル、HMM ですね。これはバウンウェルチアルゴリズムという名前で知られています。いろいろな文献があるので、ここでは紹介しません。自分で他の文献を探してみてください。